こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、 VS ビーグルシリーズデラックスブルーダイヤルファイターとデラックスイエローダイヤルファイターです。はい、前回こちらのねデラックス VS チェンジャーをご紹介しましたが、前回はこの VS チェンジャーにレッドダイヤルファイターが付属してまして、これをねご紹介しましたけれども、今回はこのルパンレンジャーのこのもう2つのダイヤルファイターをご紹介したいと思います。ブルーもイエローも VS チェンジャーに入れて変身した時の音声などはそんなに変わらないんですけども、まあ一応レッド、ブルー、イエロー個別の音声も入ってたりするのでね、まあ、やり方としては同じなんですけども、個別の音声があるので聞いてみたいと思います。それでは両方とも開封していきます。はい、中身はこのようになってますね。ブルーダイヤルファイターが、畳まれた状態で入ってます。そしてイエローダイヤルファイターも畳まれてますね。はい、そして説明書が入ってます。はい、それではブルーとイエロー両方見ていきたいと思います。まずはねこの状態からウイングを開きまして、この降りている後ろ側を上に持ってきます。これでブルーダイヤルファイター完成です。ギミックとしてはこのプロペラがね手動で回ったり、ダイヤルを回転させたりねできます。そしてブルーダイヤルファイターのアタックモードがダイヤルを回すとこのようにね折ります。そしてこの後ろのガトリング砲を前に向けるとこれでアタックモードになります。このさっきはねここが曲がってましたが、今回こちらがね曲がって、まあいろいろと可動部がありますね。ここにジョイントがあるのでね、こちらのルパンカイザーの時の右腕になります。はい、そしてイエローダイヤルファイター、こちらも、このねジャイロ部分を開きまして、こちらの後ろ側を上に持ってきます。これでイエローダイヤルファイター完成です。イエローダイヤルファイターのアタックモードはさっきのね後ろの部分をまた下に持っていきまして、さらに下の部分を前に持ってきます。これでアタックモード完成です。このねリアローター部が回ります。左右に振ることもできますね。一回転もできます。このようにすると、ルパンカイザーの左腕になりますね。はい、単体でのギミックは以上となります。それではルパンレンジャーに回答チェンジ。まあ、やり方はね、レッドの時と同じで、セットしてハンドルレバーを引いて、上に回してダイヤルを3回回します。ブルーの場合は260なんですけども、まあ、どのように回してもねこちらで感知しますので、3回回すとマスカレーズとなるのでトリガーを引けば変身できます。それではやってみたいと思います。回答チェンジ。チェンジ。
はい、これでルパンブルーに変身しました。そしてさらに、まあこれもね、レッドの時と同じように一回戻してまた上に回すと出撃遊びができます。はい、これで出撃遊びもできます。はい、外すときはここのボタンを押しながら外します。そして戻します。はい、続いてルパンイエローに変身。はい、ルパンイエローの方は、ナンバー116なんですが、こちらもねどう回しても同じように感知するので、ぐるぐるぐると回してもいいですし、まあ劇中と同じようにね、一回向こう、一回内側、そしてまた向こう側に回すっていうのもね、いいと思います。番号はね、全く関係なく回して大丈夫です。それでは、ルパンイエローに変身。改造チェンジ。イエロー !116! マスカリはい、ということで出撃遊びもやってみました。はい、ということで今回はデラックスブルーダイヤルファイターとデラックスイエローダイヤルファイターをご紹介しました。はい、これでルパンレンジャーのね3人に変身できるので、またね遊びの幅が広がりました。まだこちらのルパンカイザーには合体できないんですが、これだけあればあとはグッドストライカーを買えば、ルパンカイザーにね合体ができますので、あとは3月を待ってねグッドストライカーを購入して合体させてみたいと思います。で、前回と今回はルパンレンジャーに変身だったんですけども、いよいよ次回の動画はねトリガーマシン123号を使ってパトレンジャーへの変身をやってみたいと思います。はい、ということで以上トイズガオでした。ありがとうございました。ツイッターもやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。